岡山県岡山市の岡山駅に来ました。今日は2022年令和の大改修をした金ピカの五角形天守、岡山県岡山市にある岡山城へ行きます。桃太郎大通りをまっすぐ行きます。バスや路面電車も利用できます。柳川の交差点に来ました。外堀だったところです。地図で確認します。岡山駅から桃太郎大通りを通って柳川交差点に来ました。柳川交差点のところに外堀があったわけです。岡山城は内堀が30で中堀、外堀の50の堀に囲まれた堅固な城でした。中堀までが宇喜多秀家の時代に作られたもので、外堀は小早川秀秋の時に20日間で築かれ、20日堀とも言われています。本丸の後ろには旭川が流れています。今残っているのは本丸だけですから、大きなお城だったですね。昔々、今の岡山城付近に岡山という丘があって、金光という武士が小さな砦を構えていました。宇喜多直家は城を築くのに絶好の場所なので、この砦が欲しくてたまりません。そこで砦を軍勢で取り巻き、忍者が砦に忍び込み、火をかけ落城させ、直家は岡山を手に入れたのでした。直家の子であるイケメンの宇喜多秀家は豊臣秀吉の指導もあり、城を大改修し、1597年には天守が完成しました。秀家は10歳で父の直家と死別し、秀吉の養子のような扱いで出世していき、57万石の大名になり、27歳で御大老になっています。しかし1600年の関ヶ原の戦いで西軍が敗れ、秀家は八丈島へ流され、八丈島で83歳の天寿を全うしました。代わって城主となったのが小早川秀秋です。外堀や大難度櫓を作ったりしましたが、2年後に21歳で急死。後継ぎがないため小早川家は断絶しました。後任として池田輝政が城主となり、以後池田氏が明治まで城主を務めました。天守は明治維新後も残りましたが、太平洋戦争による空襲で焼失してしまいました。1966年に王子の姿を忍ばせる天守が再建され、2022年に令和の大改修が終了しました。岡山城本丸入り口へ着きました。本丸は本段、中野段、下野段に分かれています。ここは裏口ですので、散策しながら大手口へ行きます。いきなり天守が出てきました。外壁は黒で覆われていて、右城とも呼ばれています。天守台の石垣は、宇喜多秀家時代のものです。最大の特徴は、天守台が五角形になっていることです。これは土台となった岡山の丘の地盤に合わせたためと言われています。信長の安土城を真似て、五角形にしたという説もあります。石段数が61段あった、61雁木上門が再建されています。現在の石段数は30段ほどになっています。大きな石を使った池田氏時代の石垣。左側が宇喜多秀家が築いた石垣で、右側が小早川秀秋が継ぎ足した石垣です。表門入り口である目安橋に来ました。目安橋の左側にある駐車場からは月見櫓と天守が見えます。目安橋渡ります。正面の巨石が目に入ってきます。城主の威厳や権力を誇示するための石です。出入り口は枡形になっています。石垣が見事です。石垣赤頭の門、黒金門、
目安橋を渡って黒金門に来ました。黒金門を上がって中野段へ行きます。大難渡櫓跡です。30の4階建てで城内最大の櫓でした。中野段から見た下野段、中野段には藩の政治が行われた御殿がありました。部屋数は60を超えていました。築城時の石垣があります。築城時はここまでが中野段だったわけですから、その後かなり拡張されています。御殿の中庭に作った湧き水、泉、二つの顔を持つ月見櫓、1620年代に築かれた現存櫓です。内側から見ると3階建てで、1階は土蔵になっています。3階には手すりと縁側があります。外側から見ると2階建てで、鉄板で覆われ石落としがあり、武装した櫓です。開かずの門から本丸本段へ行きます。江戸時代になると藩主は天守近くの渡り廊下で移動していたので、この門は使わなくなり開かずの門になりました。門は明治時代に取り壊されましたが、1966年に外観が再現されました。この門は渦見門になっていて、いざという時は門を埋めてしまいます。リニューアルした天守です。6階建てで、左側の建物が塩蔵で唯一の出入り口でした。現在の出入り口は石垣をくり抜いちゃったわけです。本段には城主が暮らす御殿がありました。金ピカの鬼瓦とシャチホコがたくさんいます。秀吉指導のもと作られた城だからこそ、豊富に金を使って絢爛豪華になりました。瓦には豊臣の家紋があります。天守は3つの顔がある。本段から見た天守、本丸の外から見た天守、横から見た天守。見る方向により全く違った表情を見せてくれます。リニューアルした天守の中へ入ります。各階テーマごとに展示しています。本丸の復元模型があります。カゴに乗って大名気分。2階には城主の間がありました。宇喜多秀家の正室郷姫は前田利家の四女で、豊臣秀吉の養女でした。天守の最上階に来ました。こんなに近くで金のシャチホコを見ることができます。旭川が見えます。本段方面、川の向こうには後楽園が見えます。岡山城は西の毛利氏などを抑える役割がありましたので、西側は5つの堀で厳重に守っているのに対し、東側は旭川で守っているだけでした。西側が破られた時は、東側の秀吉がいる大阪まで退却し、体制を整えて逆襲しようと考えていました。この道が東側へ逃げるための退却路になっていました。 U ターンして廊下門から出ます。廊下門を出て川を渡って逃げます。橋を渡って岡山後楽園に行きます。
岡山後楽園は岡山藩の2代藩主池田綱政の時に築かれました。城の後ろにあることからお公園と言われていましたが、明治になって後楽園になりました。歴代藩主が政務の合間の安らぎの場として利用しました。後楽園は水戸の偕楽園、金沢の兼六園とともに日本三大庭園の一つです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。